山岸プロの長い選手人生の中で山岸プロなりの減量の大切なポイントなど経験など踏まえて教えていただけたら嬉しいですと。そうだね、減量調整、これはねこの年になって今思うのはやっぱり、まあ、今俺も筋肉のサイズとしては満足いったって変だけれども、ここから10キロ20キロ増えるということも現実的にもありえないので、サイズ的にはこういったなんだけど満足しているというかね、もちろんもっと大きくなりたいというのはあるんだけれども、現実を考えてここからいきなり巨大化することはありえないので、どっちかというとコンディションを常にキープしてというか、コンテストコンディションよりあまり離れないような状態にして楽に試合に出ようと。去年なんか驚いたことで2ヶ月で初めてだね、2ヶ月仕上がったのは、あまりの速さに驚いて、もうとにかく絞れたので随分減量きついことしたんですかって言われたけど、一番楽だったね去年ね、やっぱり体脂肪が低かったので元から。だからまあ今の目標はコンディションをコンテストの状態からそれほど離さないというか、それほどオフにならないようにということで簡単に仕上げようということ、今はね。ただやっぱりこれを大部分のこれ見てる人が20代30代でね、まあこれから大きくしようと、で今大きくしてる段階だという人の場合は、まあ多少の体脂肪、さっきも俺もいつも言ってるように腹筋が見える程度、体脂肪率10から15%ぐらいの間の体脂肪率だったらいいんじゃないかな。あとはやっぱり代謝を殺さないと、最終的にはやっぱりそこになるんじゃないかな。新陳代謝をやっぱり殺してしまうと、なかなか減量をきつい減量してても体が仕上がってこないというジレンマに陥っちゃうのでね、そこをカロリーを落としすぎないように仕上げていくというのがやっぱりコツなんじゃないかなね。